忙しい日やお弁当にもおすすめの保育園で大人気の鶏肉レシピ。子供が好きな味噌の優しい味でお肉を柔らかく仕上げます。葵の給食室、今日のレシピは本当にとっても簡単です。あっという間にできちゃいます。まずボウルに味噌を入れてあります。ここに他の調味料も合わせていきましょう。お砂糖です。それからみりん、お醤油です。ボウルに調味料すべて入ったら、これを混ぜておきましょう。そしたらここに鶏もも肉を入れていきましょう。鶏もも肉、皮付きのものを使うんですけれども、 1,2 歳児のお子さんは皮が噛み切りにくいので除いていただいても大丈夫です。鶏肉のサイズはスーパーで売っている唐揚げ用のものを半分にしたものを、だいたい 1,2 歳児のお子様は2つ、 3,4,5 歳児のお子様は3つ乗せて提供しています。そしたらここに鶏もも肉を入れていきましょう。ちなみに今日は作りやすい分量の倍量のお肉を使ってます。よく揉み込んでおきましょう。この漬けだれがね、最高に美味しいんですよ。ご飯が進む。私も好きだけど、本当に子供たちにも大人気です。だいたい味噌味にしてくれたら食べてくれるみたいなイメージがあります。ご家庭でやる場合は少量だと思いますので、ジップロックとかに入れて揉み込んでおくと洗い物が少なくなるので便利です。調味料よく揉み込んだらラップをして、これを15分以上冷蔵庫で寝かせておきましょう。で、この冷蔵庫で寝かせている間にオーブンを200度に予熱しておきましょう。冷蔵庫で漬け込んで15分以上経ちました。そしたらオーブンで焼いていきましょう。オーブンで焼く方がフライパンよりも表面だけが焼きすぎてしまったことがないので、ふんわりと仕上がります。クッキングシートを引いていくんですが、今まで私動画の中で多分言ってなかったんですけど、掃除を楽にしたいという方は、こういうオーブン料理の時は事前にアルミホイル引いておくと掃除が楽になります。保育園でたくさん作るときは毎回こういう風にしてました。私は自宅で作るときはあんまり少量で気にしてなかったんですけど、そういう技もあるよっていうのを言っときます。で、この上にクッキングシートを引くと汁が垂れても汚れにくいっていう感じですね。そしたら天板に軽く油を引いておきます。今回鶏もも肉皮付きのもの使ってるので、油を抑えたいという場合は引かないで作る場合もあります。そしたらこれを乗せていくんですけれども、最後に白ごまを混ぜていきましょう。これでかなりね、香ばしさが増します。これは簡単だし美味しいので、お弁当のおかずとかにもおすすめです。あとこの味噌を使うことですごくね、ふんわりと仕上がります。お肉がね、柔らかくなるんです。そしたらもうあとはここに乗せていくだけで、重なってると火の通りが悪いのでまんべんなく広げます。重なりがないように。そしたらいよいよこれをオーブンで焼いていきましょう。焼けました。美味しそう。香ばしい匂いがプンプンと充満してます。給食給食嬉しいな、おてても綺麗になりました。みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。これ大好きなんですよ。簡単なのに美味しいから私も家でよく作るんです。いただきます。美味しすぎて涙が出る。いや、美味しい。ご飯が欲しい。お子様用なのでかなり薄味で仕上げてるんですけど、味噌のコクとあとごまの香ばしさが香って、本当にこれだけでも十分美味しいです。ご飯がかなり進みます。最近食塩料の摂取量の基準値が下がったので、かなりね、薄味に作んなきゃいけなくて栄養士さんすごい大変だと思うんですけど、そんな中でもこれは特に薄味にしてもかなり美味しく作れるレシピの一品なので、ぜひ作ってもらいたいです。あとお味噌を使ってるのでかなり柔らかく仕上がってます。ただ 1,2 歳児のお子様はまだ咀嚼の練習段階の年齢になるので、ここからさらにハサミで細かくカットしてから提供しましょう。本当に簡単なのに柔らかくってジューシーですごく美味しいので、ぜひ皆さんも今すぐ作ってください。通販番組みたいな感じで終わっちゃったけど、本当におすすめです。
このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。